マーサ・スコットはアメリカ合衆国の女優、ミズーリ州で生まれた。母親はアメリカ合衆国大統領、ウィリアム・マッキンリーの親戚であった。学生時代に演劇に興味を持ち、シカゴ万国博覧会で短縮版、シェイクスピア劇に参加し演劇を始めた。その後、主役を演じたことがある舞台劇、我が町の映画版、我らの町で映画デビュー。この作品で、 第13回アカデミー賞の主演女優賞にノミネートされた。戦後も映画、必死の逃亡者、10回、ベン・ハー、愛と喝采の日々などの有名作品に出演した。また、テレビシリーズにも、刑事、コロンボや、ダラスなどにゲストとして多数出演した。1987年に出演した、ジェシカ・おばさんの事件簿のエピソード、ああ獄中に30年は、 彼女と俳優ジェフリーリンが出演した1949年の映画ストレンジバーゲンの続編として制作されており、二人の役名も同じで二人のほかウェップ警部役のハリー・モーガンも警部を引退したという設定で出演した。回想シーンとしてその映画のシーンが使用されている。1990年に女優業を引退したスコットは、 3年後の1993年に演劇への貢献を称えられハリウッドオークオブフェームに星を獲得した。2003年に老衰により90歳で死去した。1940年にラジオアナウンサーと結婚したが1946年に離婚。その直後にジャズピアニストのメルパウエルと再婚し、1998年に彼が75歳で死去するまで夫婦生活を続けた。 ありがとうございます。